宇佐美敦氏は、日本の俳優。宇佐美敦や、宇佐美まことの芸名でも活躍した。孫娘は、女優、モデル、リポーターの小牧博美。岩手県二古郡、姉大村出身。東京農業大学中退後に、明治大学を卒業。その後は、松尾自動車会社に就職。1937年、新興キネマに入社。映画役者として早くからキャリアを積み。 二枚目スターとしての地位を確立。その後、大英、小畜、東英と各社の作品で活躍し、1960年代以降は脇役に転じた。映画産業の社用後はテレビドラマに活躍の場を移す。特撮作品の科学者役や一般作品の老人主役といった知的で上品な善役を主に演じる一方、 政在界の大物フィクサーなどの黒幕役としても重厚な演技を見せた。1980年5月9日、脳出血で死去。69歳ボー2010年9月20日、俳優、宇佐美敦つ生誕100年記念イベントが鎌倉障害学習センターホールで開催された。特撮テレビドラマ、ミラーマンで共演した石田信之は、宇佐美について、 昔肩着の潔癖な方で、時間をきっちり守る方だったと実会している。石田と共に、ミラーマンで共演した、工藤健太郎は、穏やかだったが頑固なところがあり、譲らないところは譲らない面があったと実会している。エトセトラ、エトセトラ。ありがとうございます。